すでに一粒一粒艶があってふっくらしているのが分かりますね。おはようございます。幸せに生きると書いて、完成です。はい、今日はですね、板前の米の溶け方と炊き方をやっていきたいと思います。本当に美味しい炊きたてのご飯を食べた時、人は感動して震え上がります。もう感動が止まりませんわ。はい、それでは早速、 作っていきましょうまずは米を研いでいきたいと思います。できればこんな感じで溝が細かくて柔軟性があるプラスチックでできた米を研ぐ専用のザルとボールを使ってあげると米があまり割れたりすることなくしっかり水を切ることができるのでとても重宝します。米は今回新潟県で作られた新すけと言われるブランドを使っていきたいと思います。新すのけの特徴は大粒で歯ごたえがしっかりしていて艶があって甘みとコクがある品種になっています。スーパー で購入させていただきましたこんな感じの粒になっていますまずとても大切なポイントなんですが基本的なことですが米の計量はきちんとやるようにします同じレシピでも米の計量が適当だったら米が柔らかくなりすぎたり硬くなりすぎたりするので安定して美味しいご飯を作るためにきちんと計量するようにしていきますちなみにおすすめは計量カップのミリリットルで測るのではなくてグラムで測るとブレないのでおすすめです美味しいは基本の上に成り立っていますからね ちなみにこんな感じで網目が粗くて硬い素材である金属製のザルを使ってしまうと米が間に挟まったりして割れやすくなったりするのでもし金属製のザルしかない場合でしたらザルを使わずに水を切っていきますただザルを使わないとなると水の切れが悪くなりますそもそも米を研ぐ目的が臭みの元になるぬかや汚れなどを落とすのと米の表面に軽く傷をつけることによって水分の吸収を良くするためになります乾燥している米はスポンジ みたたいにに最初に水を入れということは、最初に入れた水はすぐに切ってあげないと、臭みの元であるぬかも一緒に吸収してしまいます。ですので、2、3号程度でしたら、ザルを使わなくても、ある程度水は切れるのでいいと思うのですが、1章とかになってくると、さすがに水の切れが悪くなるので、その場合はザルを使って研いだりします。ちなみに、1号は 180ml で、約 150g になります。 一升は 1800ml で約 1500g になります。米は最初が一番水を吸収しやすいので、できれば一番最初だけでも美味しい水を使ってサッと洗ってあげると臭みが取れて甘みが引き立ちます。水の高度は軟水を使ってあげると水分の吸収が良くなって、 いくらつやつやに仕上がったりしますちなみに香水を使うとカルシウムなどのミネラル分が米の表面に付着して水分を吸収しにくくなってパサパサに仕上がると言われていたりします水の硬度とはミネラル含有量の指標でカルシウムとマグネシウムの合計含有量になりますミネラル含有量が多い水を硬水ミネラル含有量が少ない水を軟水と呼びます一番最初の水は米の表面のぬかや汚れをさっと落とすイメージで 軽くく混ぜたら秒ででで水水をを捨てててままますここで時間がかかってしししううと水分と分一緒に臭みも吸収してしまうのでお気を付けください昔の米は精米技術がそこまで発達していなかったので力を入れて強く研がないと米ぬかが取れにくかったりしたのですが今は精米技術が発達しているのでそこまで強く揉み込みながら研ぐ必要はありませんむしろ強く研ぎすぎると米が割れたりするのでお気をつけください米を研ぐ時は水分があると摩擦 が少なくなって研ぎにくくなるので、水分を切った状態で研いでいくようにしていきます。ボールを握るような手をして、シャカシャカと音がするぐらいの強さで。 20回ほど研いでいきます。2回目の水から水道水でも構いません。もちろん、この研ぎ方と炊き方の方法でしたら、最初から最後まで水道水でも美味しいご飯を作ることができます。米を研いだら水を入れて、米を研いで取れたぬかや汚れを浮き上がらせるために、軽く混ぜてから水が白く濁ったらすぐに水を切って、 一回水を入れるだけではぬかや汚れをうまく落としきれないのでもう一回すぐに水を入れてから同じ工程を繰り返します次にまた同じ要領で米をといで洗ってを繰り返します 2回研いで4回洗ったらこのぐらいまで水が透明になります米ぬかは多すぎると臭みの元になるのですが実は米ぬかには玄米に含まれる90%以上の栄養素が含まれているので研ぎすぎて洗いすぎたらその栄養素が抜けすぎてしまうので程よいところで止めておきます次に米をふっくらツヤツヤに仕上げるために浸水させていきます浸水させる水はできれば美味しい水を使ってあげると美味しく仕上がったりしますだいたい30分ぐらい 8割型水の吸収がが完了します30分ぐららいでで固めに仕上がって時時間から2時間かもちもちちに仕上がったりしますちなみに浸水スピードは水の温度が高いと速くなって水の温度が低くなると遅くなるという研究結果が出ています。ですので浸水時間は夏場は30分から1時間で冬場は1時間から2時間ぐらいに調整していきます。僕は固めが好きなんで浸水時間は30分に調整しています。浸水時間は米が収穫されて された年に精米され包装された新米と米が収穫されて1年が過ぎた米でも違ってきますし米の種類によっても違いますし季節によっても違ってくるのでその時その時で状態を見極めながらレシピを調整してあげると本当はベストです夏場で室温が高すぎたりする場合は浸水中の米を冷蔵庫にしまってあげると温度が安定します浸水が終わったらすぐに炊飯してしまうと水の量を正確に測ることができないのでゴミや埃が入らない ようにラップをして10分間水を切っていきます。 左が浸水する前の米で右が浸水した後の米になります大きさと見た目が全然違いますねちなみに米を水にしっかりつけて吸水させておくことによって米の芯まで水分が行き渡って米の澱粉が固化つまりアルファ化することができます固化とは海苔状になることを言います米が固化することでふっくらもちもちに仕上がります逆に米の芯まで水分が行き渡っていないと米の表面だけ固化して芯が残りやすくなって食感が 炭を洗っていきます。炭は敏長炭なんですけど、よく水の調水とか炊飯で使われたりします。炭を入れてご飯を炊くことによって、水道水の軽キ抜きにもなりますし、ぬかの臭みを吸着したり、敏長炭に含まれるミネラルが溶け出して、栄養を補給できたりします。さらには、塩石外線効果で、ふっくらとした炊き上がりになって、美味しくなることが研究結果で実証されています。炭は使う前に洗ってから煮沸して使ったりするのです。 がこちららののはででですすっってから使ってか使いきます今回は土鍋を使って炊いていきます。土鍋は鉄に比べて約80倍以上熱伝導率が低くなっています。米はでんぷんが透過することによって甘くなります。米のでんぷんはでんぷん分解酵素であるアミラーゼと言われる酵素が加熱により反応することによって透過して甘くなります。アミラーゼの活性化温度は大体いい50度前後なんでこのぐらいの温度帯を ゆっくり通過させることによって甘みが最大化しますですので土鍋でご飯を炊くことによって熱がゆっくり伝わって甘みが最大化して米一粒一粒がきちんとアルファ化してご飯が美味しく炊けるということになりますただ最近の炊飯器は熱伝導率のことを考えて設計されていたりするのでこのレシピを炊飯ジャーにしても美味しく炊けることができます炊飯器メーカーによって米の浸水時間と蒸らし時間は込みで設計されていたりするので そのの場合ははこの工程は省略しても大丈夫です米を入れたらムラが出ないように鍋をゆすって一旦ならしていきます水を入れたら一箇所だけ分厚い部分があったりすると火が入りにくくなったり水分の浸透の仕方にムラが出たりする可能性がありますので再度鍋をゆすって平らにしていきます炭を入れて蓋をします 土鍋の蓋が二重になっていることによって吹きこぼれ防止と圧力効果でご飯を美味しく炊けることができます密閉度が高く重い蓋を二重にすることによって鍋の中の気圧が上がって鍋の中の温度が100度を超すので爆発的な沸騰によって鍋の中で米が攪拌されてご飯の炊きムラを抑えることができますそしてもう一つ高い温度によって米のアルファー化が促進されるので甘くてつやつやもちもちふっくらご飯を作ることができます蒸気が出る 穴を手前に向けておくと火けしてしまう恐れがありますので奥に向けて蓋をするようにしていきます。 基本的なことですが、コンロの中心にきちんと鍋を置かないと火の入り方にムラができて美味しく炊けなかったりするのでお気をつけください。火加減はまず中火ぐらいにして10分ぐらいで沸騰するように調整していきます。初めから強火にしてしまうと甘みが最大化しにくくなったりうまくアルファー化しにくくなったりしますし逆に弱火にしすぎると米の上の層と下の層の吸水が不均一になったりするので最初は中火ぐらいに設定して10分ぐらいで沸騰するように調整して すするようにしていきますご飯の上手な炊き方を表した言葉で、はじめちょろちょろ中パッパ、赤子なくとも蓋取るな、という言葉が昔からあります。意味は、最初は弱火で、中頃に火を強火にして、どんなことが起きても蓋を取るなという意味なんですけど、要するに、最初弱火で甘みを最大化させて、中頃で火を強火にすることで、米をアルファ化させ、最後に蓋をしたまま蒸らすことによって、水分が均一に行き渡り、米一粒一粒に吸収され、 いくらもちもちに仕上がるということなんですけどこの言葉はあくまでも江戸時代ぐらいの話で鉄釜を使って薪で炊いていた頃の話なんで鵜呑みにして米を炊いてしまうと中パッパのところで間違いなく焦げてしまうのでお気をつけくださいでも科学が発達していない時代にこれを生み出した先人たちは本当に偉大ですね 沸騰しましたら一番弱火にして11分間炊いていきます。最後の10秒ぐらいを強火にしてあげるとお焦げを作ることができます。時間になりましたら火を止めて10分から15分蒸らしていきます。蒸らし終わりましたらすぐに蓋を開けて炭を取り出してからご飯を混ぜていきます。 すでに一粒一粒艶があってふっくらしているのがわかりますね。なぜ蒸らし終わったらすぐにご飯を混ぜないといけないかと言いますと、まず蒸らしたままのご飯は米の周りに余分な水分がついていますので、その水分をそのままにしておくと米がべちゃべちゃしてふやけたり、すぐに混ぜることによって余分な水分を蒸発させて艶と食感がいいご飯を炊くことができます。それと蒸してる間に水分が下の方に行って、 で上のののの層層とと下でで水水分分ムムララがががあるるすすぐにににに混ぜることによって水分が均一になってて均一なくなな味くります米の量が少なかったら、こんな感じで一気にひっくり返して混ぜてもいいのですが、米の量が多い場合は、まずは土鍋は鍋に米がくっつきやすいので、鍋に沿ってしゃもじを入れてあげて、次に米に十字に線を入れていきます。4ブロックに分かれているので、1ブロックずつ他の3ブロックの上に裏返して持ち上げて、米1粒1粒をバラバラ にしていくイメージで、米を潰さないように意識して、切るようにしながらほぐしていきます。ほぐした米は元の位置に軽く戻して、残りの3ブロックも同じようにしながら混ぜていきます。 こうやって混ぜることによって、ムラなく確実に混ぜることができます。こんな感じで米が潰れることなく、綺麗に混ぜることができます。茶碗にご飯を盛り付けるときは、最低3回に分けて盛り付けてあげると、米と米の間に空気が入って、立体的に美味しそうにご飯を盛り付けることができます。すぐにご飯を食べきる場合は、そのまま蓋をしてもいいのですが、時間を置く場合は、蓋をしてそのままにしておくと、蓋に水蒸気がついて、その水蒸気がご飯に垂れて、 ご飯がべちゃべちゃしたりするので濡れ布巾などをご飯の上にかぶせたら完全に密閉しないで箸などをかまして蓋をして蒸気が逃げやすい状態で保温してあげると最後まで美味しく召し上がることができます一粒一粒米が立ってツヤツヤふっくらジューシーな白ご飯完成でございますいやあめちゃくちゃ美味しそうですねいただきます いや、うまなにこれもうめっちゃリンクうまいやないかいやっぱりしっかり処理をしているので、米一粒一粒がしっかり立っていて、ふっくらしつつしっかり歯ごたえもあって、噛んだ瞬間に甘みと水分が口の中いっぱいに広がって、もう日本人に生まれてよかったー って思いますね。そしてナチュラルミネラルウォーターを使って炭で炊いているので、ぬか臭さが全然なくて、米のいいところをしっかり引き出していますね。もう最高に美味しいですね。こちらのご飯は後でゆっくりいただきます。食材に感謝、ごちそうさまでした はい、それでは、板前の米の溶き方と炊き方、いかがだったでしょうか日本人にとって米はほとんどの人が毎日食べる主食になります。毎日全部が全部丁寧に作業していたら大変だと思いますが、週1とかで一部分だけでもいいので、自分のために一手間加えて自分を大切にしてあげると、つかの間の幸せを感じることができたりします。大きい幸せも大切ですが、些細なことを大切にして小さなことに幸せを感じれるようになったら、毎日が 幸せになるので些細なことを大切にしていきたいものですね今日の動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします今日もご視聴ありがとうございました